ウィリアムズバーグ橋を走る J トレインニューヨーク市の港湾及び水路は以前は貿易の中心となっていた。しかし現在は水上交通が一般的ではなくなり変わった橋やトンネルが中心となっている。2000以上の橋、トンネルは市内の至るところで交通を分断することなく通じている。ニューヨーク市交通課、ニューヨークニュージャージー港湾公社、 メトロポリタントランスポーテーションオーソリティ、ニューヨーク州交通課、ニューヨーク市環境保護課、アムトラック及びニューヨーク市公園課はネットワークの管轄を行っている。市の主な橋のほとんどやいくつかのトンネルは記録を作っている。1927年開通のホランドトンネルは世界初の乗り物用トンネルである。また、ブルックリン橋、ウィリアムズバーグ橋、 ジョージ・ワシントン橋、ベラザノ・ナ・ローズ橋は、それぞれ1883年、1903年、1931年、1964年の開通当時、世界最長の吊り橋だった。ニューヨークの横断施設の歴史は、1693年に遡る。この年、キングズ橋として知られる橋が、マンハッタンとブロンクスの間にある、スパイテンダイビル側に建設された。 石時から作られていたこの橋は1917年に崩壊した。最も古い現存する橋はハーレム川でマンハッタンとブロンクスを結ぶハイブリッジである。この橋はクロトン水道システムの一部として市内に水を供給するために構築された。10本の橋と1本のトンネルは歴史的な建築物として認証されている。1927年に開通した。 ご覧のトンネルは最初の換気された自動車用水定トンネルとして1993年にアメリカ合衆国国定歴史建造物となった。ジョージ・ワシントン、ハイ・ブリッジ、ヘルゲート、クイーンズボロ、ブルックリン、マンハッタン、マコンブダム、キャロル・ストリート、ユニバーシティ・ハイツ、ワシントン橋も同様に歴史的な建築物となっている。ニューヨークでは自動車、トラック、 地下鉄車両、自転車、歩行者など様々なものが渡ることができる橋がある。ニューヨーク市とニュージャージー州フォートリーとの間のハドソン川に架か,かるジョージ・ワシントン橋は世界で最も交通量の多い橋である。ジョージ・ワシントン橋、ベラザノ・ナローズ橋、ブルックリン橋は世界で最も美しい橋とされることもある。他に2本の線路、8本の車線、 一つの歩道があり、重要な機能を果たすウィリアムズバーグ橋も有名である。イースト側背後にブルックリン橋、マンハッタン橋、ウィリアムズバーグ橋が見えるサウスストリート、シーポート南から北へ、順に、ハーレム側開いた、ワーズアイランド橋南から北へ、東から西へ、順に、ハドソン側ニューヨーク市とニュージャージー州の間の、ハドソン側を渡るジョージ・ワシントンブリッジ、 ヒストリックアメリカンエンジニアリングレコードの写真ベラザノナローズ橋ニューヨーク湾ニュータウンクリークブロンクスブルックリンブルックリンのゴアナス運河を渡る9丁目橋クイーンズスタテンアイランドイースト川やハドソン川の真下を走る各トンネルは最初に計画された時は驚異的だったホランドトンネルは機械で換気される最初の乗り物用トンネルとして1927年に 盛大なファンファーレと共に開通した。1940年には、市内の都市の混雑を和らげるため、クイーンズイコールミッドタウントンネルが開通した。トンネルは、機関よりも幅の広い自動車も通行できるよう、コランドトンネルよりも1.5ヒート広く設計された。ヒューエルケアリートンネルが、ブルックリンイコールバッテリートンネルとして1950年に開通した当時、 世界最長の水面下の乗り物用トンネルであり、現在も記録を保持している。リンカーアントンネルは、マンハッタミッドタウンの中心部から、ニュージャージー州の各地を接続する3本のトンネルである。車線は3レーンであり、ラッシュアワーには4レーンとなる。4本の水面下にあるトンネルは、すべてオーレシングスタッドが建設した。 ホランドトンネルの元々の技術長であったクリフォード・ミルバーン・ホランドが死去し後継者のミルトン・エイチ・フリーマンが引き継いでホランドトンネルを完成させたエクスチェンジプレイス駅にてハドソン中部から現れたパストレインマンハッタンからジャージーシティへの移動南北を結ぶ南から北へ順に南から北へ順に ミッドタウンとローアーマンハッタンへの午前5時から午前11時までの平均交通量。クイーンズボロ橋、3万1リンカーントンネル、2万5944ブルックリン橋、2万2241ウィリアムズバーグ橋、1万8339クイーンズイコールミッドタウントンネル、1万7968ホランドトンネル、1万6257 ブルックリンイコールバッテリートンネル14,496万八端橋13,818ありがとうございます。